孫武氏は、新末民発の革命家、政治家、共進会、中国同盟会などに加入し、武将企義にも参与した。旧名は、茂人氏。字は、行教、由良清氏。号は、夢日。幼い頃から武術を好み、1897年、長のラが創設した、武備学堂に入学した。後に、クレロク、 サダなどの学友が日本へ留学することになったが、孫部は母に強く引き止められたため断念している。武備学童卒業後は、湖北省の新軍で軍歴を重ねた。1900年、東西常の自立軍に加入し、孫部は武州司令に任せられた。しかし、自立軍の放棄は失敗し、孫部は甲州へ逃亡している。 1903年、母のものため密かに帰郷した。翌年、部署に成立した科学補修所に参与したが、間もなく放棄計画が漏れ、日本へ亡命している。結果として、留学の念願が叶うこととなり、正常学校に入学した。しかし、1905年11月2日に、文部省が発した、新国留学生取締り規則に反発し、 孫部は帰国している。帰国後の孫部は東山省でクレロクサダと連携して革命活動に従事し、同地域の偵察や馬族との交渉を行った。1907年秋以降、孫部は日本と中国を行きするようになる。孫部はショートールボン、シ白ー,ー,ーラが東京で組織した共進会に加入し、軍務部長となった。翌年、 湖北省に戻り、引き続き革命の地下工作に従事している。1909年、孫武は、放棄に失敗して、香港に逃れた際に、表自由の紹介で、中国同盟会に加入した。1911年、孫武は、巨星らと共に、革命派の放棄を10月に結行しようと図った。 ところが結構直前の10月9日に、武将のロシア疎開で爆弾の準備、確認作業をしていたところ、義兄が側でタバコを吸っていたために引火、爆発し、村部は重傷を負ってしまう。これにより放棄が事前に漏れて、新朝政府による革命派の摘発が始まり、10月10日、追い詰められた革命派が本格放棄を決行した。この時、村部は、 同志や日本人医師の協力によりかくまわれていたが、放棄そのものには傷が癒えなかったため、参加できずに終わる。10月15日、霊元広氏を都督とする古北軍政府が成立すると、孫部は軍務部長に任ぜられた。1912年元旦に南京で中華民国臨時政府が成立する。しかし、 古北省の要人たちの間で内部闘争が勃発し、孫部はこれを嫌って一時引退してしまった。1913年8月、霊元博士が理事長を務める、新歩党の理事となった。翌年11月には、中華革命党に加入している。1916年6月、はじむが大総統となると、孫部は義理将軍の位を授けられた。これ以後、 孫武は、政界から引退し、軍事、政治に一切関与しなかった。1939年11月10日、北平で病没。去年61。ありがとうございます。